私たちは知ったのかもしれないな。
全ての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に彼らは囚われ続けている。だがその輪廻の中であがくことが生きるという意味なのだ。私たちはそう思う。ポット1号さんから042へ。調子はどうか。恥ずかしい。恥ずかしいとは？自己犠牲を覚悟して攻撃したにもかかわらず生き残っているからだ。これでは格好がつかない。構わないではないか。私たちは生きている。生きるということは POT1号さんよりプレイヤーへ質問が存在する。君はニーヤオートマタをクリアできずに苦しんでいる者たちに対して何か言葉はあるか？POD042 よりプレイ質問が存在する。このゲームのプレイヤーである君、最後のゲームで何度も命を失った。君は苦痛と苦難を知るものだ。君に弱き者たちを助ける意志はあるか？この選択肢を選ぶと、だが代償として全てのセーブデータを失うだろう。